よし、見ていきます。でも SBC 自体はなんか80なんかしか来てないよね全部なんかやけど80×5 しか来てなくて、まあ、これの要求としては82で84、1名なんで、まあ、これはだいぶ余裕あるって感じやね。で、エボが来たっていうことで、まあ今、ラッシュフォード途中やから、一旦先そっちになるんですけど、エボがどういうものかを見ていきたいと思いますね。偉大なるフリットも十分いいもんね。バックラインブースター、スローイットダウン。プレイポジション?これのことかな。対象外が ST で、総合値最大レート84、パス77、最大77。パス13、ドリブル13ってきたか。おお。パス7、ドリブル7、ロブの達人。え、めちゃくちゃ上がるよ。やりすぎちゃう、これ。え?マジですごっ。え、20上げるってこと?でも最大はでもな、レート79枚しかいかないんや。あー、79枚しかいかないけど、ロブタツとティキタクがつくってことね。普通にディフェンスラインとかでも、いい選手作れるよって感じになるってことですかね。まあ、ジャンとかね。まあ、今僕作ってたコナテとか。まあ、サイバーとかもできるってことですよね。んで、まあ、これを、なんか、フットビンで見ましょうか。せっかくなんで。これかな。だからメンディーとかでも、パス上げれるよって、まあ3ずつぐらい上がるよってことか。で、コナテとかも、まあ上がるよっていうのと、すごっ、パス13、ドリブル5上がってる。何でもありやな、これ。おぉ、すごっ、19、11。値段上がったりしたのかな?上がってないな。ダンフリとか良さそう。これは目、1個目が使わなあかんの嫌やな。この辺とかもね。まあまあまあ、パスめちゃくちゃ上げれるよっていうことね。まあ確かにいいエボですね。いいエボだと思いますね。で、EGSBC として、なんか、えげつないの、横断これ。95. 何ぼって何?ペース93、パス90、ドリブル94、シュート79、ディフェンス87。何これ?強っ。強っ。マジで言ってる、これ。ロブタツ、ティキタカは鋭いパス。迅速パワーシュート。強っ。ケミ合わせめちゃくちゃ難しいけど強っ。めちゃくちゃ強ない。うわ、シュート60しかない。前線の最強選手やな、これ。93、91、89、89。強っ。強すぎだろ、これ。RB、LB。サイドバックできて、ペース89。シュート71は低いけど、パス90。ディフェンス95。あ、ディフェンス83。ドリブル95。フィジカル87。めちゃくちゃ強ない?これ。
で、ロブタズ、的確、的確ジョッキ、鋭いパス、迅速。え、普通に強ない。サイドバックできてやる。あ、これ、今出てたやつの、最強選手できるってこと、これで。ペース88。今まで作れたのどっちが強いんですかね。え、めっちゃ強いね、これ。ペース88のパス90。ドリブル92のディフェンス92。フィジカル84。え、強っ。これ普通に強いと思うんですけどね。今までも強いで入ってたけど、今回のでさらにディフェンスパスがめちゃくちゃ上げれたから、個人的には超おすすめな気がするけど。個人的には強いなっていうのは思いますね。いや、すごいな。今回のエボでサイドバック作るのはありな気はするけどな。デリフト？これもドリブル97のパス98の選手できるんでしょ。普通に強いけどな。最後の上がり幅やばいもんね、93って。このサイドバックありだな。作ろうかな。CB。CB できるやん、これ。ペース89。まあ、ちょっと、フィジカル低いけど、まあ、容赦なしもあって、的確度2つ。で、サイバーできる。まあまあ、さっきのポルトガルだな、絶対。ここだな。ちょっとズバ抜けてくる感あるよな。うん、めちゃくちゃ強いと思うけど。今までの作れたやつも強かったけど。おはようございます。普通にこれは強い気はしますね。ペース96で、ペース98で、ちょっとドリブル92で、パス90。シカル84。今、セリエ、ポルトガルだし、まだ比較的、他の選手比べたら、組み合わせやすい。ロングスローやないかな。まあでも、ロボタツルティキタカ、鋭いパスとかもありがたいしね。まあ、今日来たやつと、パワーサージっていうやつと、クラブメンバーと、ザ・キャノン。やから、個人的にはどれもやってないので、多分作れちゃうっていう。ありだと思います。めちゃくちゃ強いと思います。複製できるんだったらこっちだな。もともと作れたやつか、パワーサージあったやから、もともと作れて、これが作成できるなんてありですよね。ペース87の、シュート87、パス87の、ドリブル87、ディフェンス88、フィジカル83って。まあ、スタミナちょっと低いのが悪いぐらいで。マジで強いな、これ。ほとんどの人はパワーサージ使っちゃってると思うけど。ペース92、シュート86のパス95、ドリブル95のディフェンス81、強。的確、鋭い、的確、ロブタツ、ティキタカ、パワーシュート、ラビット、やべえ、強っ。おめでとうございます。めちゃくちゃ強いな。めちゃくちゃ強いの多いな。こことかも、サイバーとしてめちゃくちゃいいとは思いますけどね、サイバーだったら。まあでも、ペレイラがやっぱこう見たらズバ抜けて能力高いっすね、やっぱり。ペ
レーダーの能力の高さやな。この辺とかも能力は悪くないけど、やっぱディフェンス値が低すぎてきついっすよね。まあ、2でも面白いなとは思ったけど、見てて。ただ守備値低い。ディフェンスもちょっときつい。ちょっと違うかな感はあるよね。あすね、FC24 の転売情報ですね。今までまあずっと同じ動画の使い回しだったかなと思うんですけど、まあ最新の情報になるかなと思います。まあ自分としては今のところトレード収入としては4500万というふうになってます。まあ実質コインで言うと多分3000万ぐらいかな、多分。だと思うんですけど、まあこれに関してはまあ利益というか、手数料が入ってないとかいろんな兼ね合いがあってちょっと差額が出てるんですけど、まあまあ、今作もそれぐらいのコインは増えたかなと思います。まあ自分自身今作に関してめっちゃ、まあ大会も結構ほとんどっていうか全部参加してきてるんで、まあ1回の FCS 以外は全部参加したんじゃないかなと思うんですけど、まあその時の大会のスカット組んだりとかでも結構損害としては大きかったので、まあそれ踏まえた上での、まあこの金額だったらまあ、本作もできたかなとは思ってます。で、まあ自分としては、まあトレード収入とかは全然オープンにしてるので、まあ皆さんにも結構、まあ X とかで載せたりとかもしてますけど、まあ前作で言うと、まあ5000何百万、前々作で言うと6000万っていう感じでした。で、まあ今作もまあ選手がね、やっぱ高いので、まあそういった面で言っても、まあ、コインは結構必要かなと思います。まあ、大作も同じ感じで、ね、情報は出していこうかなと思うので、まあ、その加入についてはですね、よければ、概要欄の方に、詳細全部書いてますので、まあ、Twitch だったりとか、YouTube についての、方も載せてますので、よければそれを見ていただけたらと思います。で、まあ、どんな感じで出してるのってとこなんですけど、まあ、これはまあ転売成功案件になります。自分もまあ直近で出たシャビとか、7万9000買ったやつをまあ10万とか11万で売りましたよとか、まあ3万で買ったディフェンスもまあ3万8000とか4万とかで売ったよっていうやつになりますね。でまあ、ちょっとまあ最近で言ったらね、情報が少なくはなってきてるんですけど、まあこんな感じで誰々がおすすめだよっていう、まあ何歩ぐらいで狙って何歩で売った方がいいよっていうのをまあこんな感じで載してるっていう感じですね。まああとはもうExcelとかでもこういう感じで Excel とかでまとめたりしてて、まあこういった情報を出してるっていう感じになります。ちょっとまあ終盤になるにつれてね、まあ情報量としては、まあやっぱり移籍市場としてもちょっと動きにくかったりもするので、まあそういった面で言っても、ちょっとやりにくい状態ではあるんですけど、まあそれでも一応、増やしていってるっていう感じにはなります。まあ今作はやっぱり男女になったりとかで、まあ各レートの仕込みであっても結構こう上がりにくかったりもしたんで、ちょっと難しさっていうのは出たんですけど、まあそこもちょっと工夫しながらですね、対応はできたかなとは思ってるんで、まあ大作も、まあ多分またパターン変わってくるかなとは思うんですけど、まあちょっと今作とか前作、前々作の知識を使ってですね、皆さんにいい転売情報を出していけたらなと思っています。FC24 の転売情報ですね。で、まあプレイに関しても、一応対応とかしてて、まあ自分としてはまあランク1だったりとか、まあ FCS で言ったら、まあちょっとオフラインはいけてないですけど、オンラインでベスト16ですね、グループリーグ突破の決勝トーナメントベスト16は3回残ったりとか、っていうのが、まあ一応自分の中での実績ですね。まあアジア大会も出たりとかもありましたけど、まあそういった実績とかもあるので、まあそういった、カスタム戦術とかの共有であったりとか、おすすめ選手とか、エボリューションとかも含めてですね、まあこういった感じでね、やってるんですよね。一応まあ、こんな感じで。はい。まあ、このコーチング動画に関してはまた前にも一回出したと思うんですけど、まあ、コーチング しますよっていう感じのやつですね。まあ、こういった感じで募集かけて、またやっていこうかなと思ってるんですけど、まあ、おすすめ選手だったりとか、誰々強いよとかいうのをこういうのに出してるので、まあ、興味ある方は、ぜひ、まあ、概要欄見ていただいて入っていただけたらと思います。っていうことで、まあ、最後にですね、まあ、このチャンネルですね。よければチャンネル登録していただいて、まあ動画の方に関してはもう本当にレビューとかカスタム戦術とか、まあプレイのところとかですね、メインに出してるんで、まあ別の情報ですね。まあ、やっぱり、まあこれを特定にしてる関係上、まあこういった FC20 の転売情報とかは、YouTube のコメントとかでは、回答しづらいんですけど、まあライブ配信とかでは一応ね、もう限られた時にしかやってないので、回答してるっていう感じにはなってるんで、よければ、そういったところも見ていただけたらなと思います。で、まあチャンネル登録も、5000人目指してるってこともあるので、よければしていただけると嬉しいです。まあこういった感じで動画の方もまだ引き続き出していくので、皆さんよろしくお願いします。まあディスコに関しては、何度も言うように概要欄の方を見てください。それでは、また。